浅村くん風邪なの？うん、それで看病中だから今日は。それは大変、すぐお見舞い行くから浅村くんにもよろしくね。え、今から来るの？って電話切れてるし。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。お邪魔します。本当に来た。それは？ふふふ、これはね、お見舞いの品ってやつだよ。そう、とっておきのね、浅村くんの元気が出るよういろいろ考えました。マーヤちゃん流劇的回復看病術だよ。劇的…何？嫌な予感しかしないんだけど。別に変なことはしないよ。まず取り出したるわ。てってれー。ネギ？あ、料理ってことか。確かに風邪には効果あるっていうよね。ちっちっち、甘いよ。さっきマーヤちゃん流劇的蘇生術はね、首に巻く。いや、蘇生術になってるから浅村くん生きてるけど。っていうか、首に巻くってやつ聞いたことあるけど本当に効果あるの？大丈夫大丈夫、これ万能ネギって名前だったし多分効果バッチリだよ。万能の意味広く捉えすぎじゃない？お次はこれ、元気が出るエナジードリンク。そしてここからがマーヤちゃん流怪奇復調リカバリー術の真骨頂。ここにまずアルギニンを入れて、マーカーと冬虫夏草も投入っと。見たことも聞いたこともない材料出てきた。しかもまた名前変わってるし。他にも持ってきてるよ。元気が出るように野菜ニンニクマシマシのスタミナラーメンに、あとは…ストップ。今そんなの食べさせたら本当に蘇生術が必要になるから。あれ、奈良坂さん、いらっしゃい。ああ、浅村くん、お見舞い来たよ。これよかったら飲んで飲んで。エナジードリンク、ありがとう。ちょうど喉が渇いてたんだ。浅村くん、それは…なんだこれ。うわ、ああ、遅かった。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。小説版義妹生活、発売中です。すごい、さっきのドリンク効果かな。体の倦怠感がすっかり取れてるね。言ったでしょ、これこそマーヤちゃん流回遊全開治療術の効果だよ。本当に効き目あったんだ。名前はまた変わってるけど。